いや、そんないわくつきのとこだったらさ、うん、迂回しなさいよ。どうなんだろう。来てる、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 来てる。あ、ここ開けようか。ある、よし。はい、こんばんは、島津です。本日もね、ホラーゲーム実況していきたいと思います。今回はですね、こちらのアリスといったね、ホラーゲームになります。これなんですけどね、工事現場を舞台にしてるみたいで、そこで誰かが亡くなったのかな？で、その人について調査していくっていったゲームだったはずです。細かいストーリーはね、多分ゲームやってると分かってくると思うんで、はい。そこで、まあ、しっかりと、確認していきましょう。それでは行きます。こちらね、フリーホラーゲームになってますね。数ヶ月前、工事現場で近くの風俗店で働いていたアリスという、源氏だっけ、源氏名の女性が腐乱死体で発見された。死んでから相当ね、時間が経ってたみたいですね。それ以来、その工事現場では、夜間に肌が黒ずんだ女性の姿が目撃されるようになったという。不運にも自分は大学の山岳サークルの帰り道で自転車がパンクしてしまい、家に帰るにはその工事現場を通り抜けなくてはならなかった。いや、そんないわくつきのとこだったらさ、迂回しなさいよ。絶対そこだけしか行かないと、もう家に帰れないってわけじゃないでしょう。あれかな、なんか見たいテレビでもあったんですかね。早くしないと時間が間に合わないっていう感じで。なぜかね、そこの工事現場を、通り抜けようとしてるみたいですね、この子は。来た。あ、チャリだ。タイヤがパンクしている。らしい。見た限りね、全然大丈夫そうに見えますけど。あ、これライトね。スタミナ消費、スタミナじゃない、バッテリー消費するっぽいですね。どうすんの、どうすんの。チャリ押していかない。ここに放置してたら盗まれるぜ。チェーンもしてないし。なんか結構高そうなね、あれじゃないですか、チャリじゃないですか。チャリって古いね。ロードバイク。歳がバレてしまう。ロードバイクね。高価なロードバイクっぽいけど。放置していいの？これ、取られるよ。まあ、とりあえず先に進みましょうか。待って、このさ、ノイズ何？どっちに行けばいいの、これ。こっち？この道からでは帰ることができない。あ、こっちに行かないとダメなんだ。あ、で、スタミナ要素はないですね。走りやすい。で、このビデオカメラ 4K って書いてあるけどね、フル HD ぐらいしかないんじゃないですか。4K 画質ではないだろ、これ。どうですかね、皆さん。戻るわけにはいかない。待って、どこ行くの？降りる場所ある？どっか。下る場所ある？怖いんだけど。下る場所なくない？どこから降りればいいんですかね、これ。待って、なんか怖いんだけど。あ、ここだ。怖。この先、工事中、ご協力ください。行きたくねえな。あれ？バッテリー減ってないよ。じゃ、今んとこは使い放題ってことかもしれないね。こんな夜中にカラス、なくないよ。寝とけ。もうこんな深夜なんだから。ビビったわ。こっち。待って、全然前が見えない。びっくりした。電気があるところ来たね。軽トラ。ちょっと、あ、バッテリー消費してるわ。見てくださいよ。右上。これ節約していかないとね、こういった明るいところだと。ここだね。敷地内の通り抜け禁止。もういい、ね。いいよ。引き返そう。引き返そう。通り抜けしたらいけないんだよ。違法だよ、違法。やめようぜ。ちょっと待って。もう出てくるのかな？すぐ。どうなんだろう。明るい。
このさ、ライトのオンオフのさ、時なるノイズ、ちょっと、ね、気味悪いですね。こっち？ああ、また分かれ道。待って、果たしてアリスはで、ね、もうすぐ出てくるんですかね。道具があれば取り外せるって。なるほど。マップねえな。マップがないから分かりづらいですね。あった。なんだこれ。あ、バッテリーだ。Q でバッテリーを拾う。ナイス。多分、オートで補充してくれるんでしょうね。バッテリーがあれば。これ唐突に現れるタイプですかね。それとも。来た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 。どっちどっち、奥だ奥。奥にいる奥にいる奥にいる。なるほどね。磁場が歪んで。ノイズが走るみたい。道具どこだよ。どこだ。待て待て待て。おお。今めっちゃダッシュしてたぞ。あ、おお、なに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 。ちょっと待って。ノイズでよく見えなかった。あれがアリスっぽいな。えぐ。いるな。よ。ここ行きたいんだけど。痛い痛い痛い。これダメージ受けてるのかな。どうなんだろう。あ？え？早く。え？通れるやろ。引っかかった。え？待って待って。ああ、行けた行けた行けた。やばいやばい。あ、何何何、通りなさいよ。待って待って。挟まれてる挟まれてるっつうか。あ、はいはい、押しっぱね。ダメージ受けてんのかな？どうなんだろう？来てる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 。明るいとこは大丈夫なのかな？ここってセーフゾーンなんですかね？あ、消えた。電気が消えたらアリスが近くに来てるってことか。もしかしたら。そうかもね。ちょっと待って。もう、安全第一。安全第一だったらさ、除霊ぐらいしときなさいよ。ね。よくあるじゃないですか。なんか、工事現場とかでさ、いわくつきのところとかがあったら、お祓いとか、する習わしとか、工事する前とかに。しときなさいよ。お祓い。アリスが出始めたんだったら、ね。え、こっち？え、不法投棄禁止。やばい、森に来た。森に来たけど、なんかあんのかな、奥に。え、なんもなくない、やばいよ。怖い怖い怖い、ここでアリスに襲われたらたまったもんじゃないぞ。ないぞ。なんもないぞ。アリスはまだ来ない。オッケーオッケー。来てる。アリス来てる。アリス来てる。待て。えぐい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 。アリス来てる、アリス来てる、アリス来てる。ちょっと待って、ああ、バラあった、バラあった、バラあった。バラあった、バラあった。オッケー、オッケー、オッケー。よし、ゲット、ゲット、ゲット。これ多分、途端ですかね、剥げますよ。剥がすこと可能ですよ、きっと。うるさい、うるさい、うるさいって、うるせえって、バカ。ぶっ飛ばすよ。ちょっと、うるさいって、マジで。マジでうるさいって。ちょっと待って、戻る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 。とりあえずね、トタンが外せそうなところ、まあ片っ端から外していこう。よいしょ。どっちどっちこっち行った、行ったね。いや、めっちゃすばしっこいやん、アリス。あれですかね、前世は短距離走の選手だったのかもしれないね。高校の時とかね。待って、すごい下まで来たぞ。すごい下まで来たぞ。こっちから出れる？もう帰りたい。え、救急車？救急車、救急車、救急車。あ、ノコギリあった、ノコギリ。どっか、ね。
木を切るところがあるっぽいね。救急車が鳴ってる。サイレンが。なんだなんだなんだ。ちょっと待って。あれかな、あのロードバイク置いてたから、それを誰か見つけて通報したんですかね。なんか怪しいロードバイクが置いてありますよっていう感じで。ちょっと待って、やめろ。どこよ、アリス。なるほどね。後ろ振り向くと走らないわ。うん。走れなかった。動きが止まっちゃった。触れたらアウトなんだ、アリスに。え、これどっからやり直し。え、1からやり直し。あ、やべ、1からやり直しやん。うっそ。はぁ、あ。難易度高えぞ。中間ポイントとかチェックポイントがないっぽいぞ、このゲーム。なんか最近さ、フリーゲームしてて、何が難易度が一番高いかって言われると、チェックポイントも何もないゲームが一番苦戦する。そういったねゲームがね、ここ最近辛いって思いますがよ。うん、一からやり直しはね、パーマネントですわ。ほんと辛い。まあもう容量は分かったし、ダッシュもね、うん、スタミナなしっぽいから、今度はね、捕まらないんじゃないかなと思います。待って待って待って。危ない危ない。これ、一定距離離せば、足、アリス早いけど、ね、あれだね。追っては来ないですね。待って、来てる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 。来てる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 。ゲット。待って、来てる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 。アリス来てる、アリス来てる。うるさいうるさい。はい、開いた。ノコギリ。しとけ、やばいやばいやばい。危ない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 。え、待って待って待って、やばいやばい。危ない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 。え、待って待って。あぶねえ。あいつあぶねえ。結構今追ってきたよ。やばい。待って。逃げ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 。一旦安全地帯までこれ逃げるのがいいと思う。明るいところ明るいところ明るいところ。あ、ここ開けようか。あるよし。うー、何何何。待って、あのアリスが四足歩行で歩いてきたぞ。こっちトラップなのかな。トラップなんか、こっち。走らん方がいいね。ノイズが走ったら。とりあえず、動きを止めて、どっち方面からアリスが来るかっていうのを確認した方がいい。うん。走ってる最中に、急に目の前に現れられるとね、走ってる勢いで。いるな。無理だ。こっちトラップだったよね。そう、走ってる勢いでね、捕まってしまうからね。うん、待て待て、あいつか。えぐ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 。進化したアリスだ。え、でもこっちになんかあるっぽいぞ。多分だけど。いやあ、あいつに襲われたんだよね、さっき。どう？消えた。消えたね。いや、いるいるいる。走らんほうがいい。いるで。もうこっちに何かあるのは確定だね。やばい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 。あいつ走るのやめねえぞ。こっち何かあるよ。
ガサゴソ音がしたら、いけないぞ。なんかあるっぽいけど。ん？違うか。これあれだ。返さないぞって意味だ。うん。戻れないようにしてるんだ、あいつが。だからこっちは実際意味ないんだな、もう。多分。だけど。うん。オッケー。やべえ！あ、危ない！いやー。よくギリギリで反応した。詰んだ。いける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 、まだ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 いける。よかったよかった。あいつが変な方向に行ってくれて助かった。オッケーオッケー。巻いた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 ね。でもこっちなんもないんだよな。え、ということはやっぱあっちかな。あっちに戻らないといけないのかな。いける。やばい。あ、またこっち来ちゃった。こっちだわ、やっぱ。来た。そういうことか。これでしゃがんで、ちょっと、いいすけ。ここだ、ここだ。はい、入った。オッケー。よし。あいつ戻ってこないね。今んとこ、ノコギリ？多分、ノコギリで切ったね。オッケー、オッケー。ここまでよく来た。作業員の皆様へ。最近、近隣住民の方から夜間にラジオや重機の音がうるさいと苦情があります。先ほどラジオや重機等の電源を消し忘れないようにしてください。 OK。 はい。あ、また来てる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 。危ない危ない。待ってな、待って、ちょっと待って、別の方行こう。あれだね、あのラジオってさっきなってたやつ。うん、あれのこと言ってるわ。待て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 。あれなんだ、奥のやつ。あ、ラジオだ。電源を入れる。今回電源を押せるみたいよ。ん？あれ鳴らして、まさか陽動かけるって感じかな。陽動ができるみたいだね。今こっから来たんだよね。ちょっと待って、落ち着け。あた電池。待て待て。ああ、マップの構造上、あそこの道しかないね。うん。もう先に進めるのは、待て待て待て、さっきのあのなんかうるさいよって、うん、うるさいよってあの看板がかかってたところ、うん、この道しかないよ。で、ちょっと待って。いやー、来た来た来た。待て、これさ、あ、そういうこと？待機してる待機してる待機してる。ほら、追ってこないもん。で、また、ほら、ここまで来ると。うん。あそこで待ってるんだ。ということは、まあ、そこの看板に書かれてた通り、動かすんだ。うん、ラジオ。行くよ。ゴー！逃げ逃げ逃げ。これで、あいつあっち行って。そう来る？フェイントかけられた。フェイントかけられた。あっちに行ってないよ。
プレイヤーの人が安心してね、こっち方面に走ってくるのを見やがらっていうの引っ掛けだよ、これ。うわー、えぐい、えぐい。やっとここまで来たのに、多分あそこをクリアすればクリアじゃない？あそこを突破すればクリアだと思う。頑張る。頑張るよ。落としない。大丈夫。オッケー。来た。ガサガサね。うん、音がせんければ近くにいないってことだ。オッケー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 。で、どうすっかな。さっきとはちょっと別のルートに行きましょうね。うん、逃げるとき。さっきここ曲がったんだよね。で、そこで出くわしたから、次こっち行こうか。ただ、ちょっとここら辺で走るのはやめましょう。うん、ゆっくり歩いて正確な位置を確認したら、まあ、どっちかに逃げるっていうので行きましょうか。やばいやばい。やった。一回襲ってくるんだったね。じゃあ、鳴らしますよ。行くよ。こう。で、ここで、ちょっと足を止める。どっち？どっちが来る？あれ、来ないぞ。なんで？こっちから来た。オッケー。巻いた。お、やった。で、ここは？いない。オッケー。あった。はい。よし。いいぞ。どう？もうさすがに出口やろ、これ。知らんとこ。うん。出口だ。やった。え？待って。まだ？救急車が通ってんだけど。え？まだなんかあんの？ねえ。ちょっともうやめて。辛いよ。これ以上は。落ちた。え？何？はぁ？出れなくなったんだけど。あ、出れる？あ、出れた。ごめん、嘘つきました。ちょ、待って。ちょっと待って。ほんと返して。あそこ意味なかったね。ここだ。え、これ絶対さ、前に現れるよね。爆弾した方がいいね。多分。どう？は？え、なに？え？え？なにこれ？わけわかんない。は？あ、飛び移るのかな？あ、さっきそうだ。ごめん。ジャンプしなかったね。ここ飛び越えんだよ、ジャンプして。てか、今さっき気づいた。ジャンプができるの。確かこの前自分ジャンプ使ってなかったよね。もし使ってたらごめんね。あまりにもパニックっててもう忘れてるんですよ。はい。お許しください。オッケー。はい。よし。来んなよ、アリス。成仏してくれ、マジで。ほんと。来た。オッケー。出れるはず。邪魔してこんければ。オッケー、出口専用。来た。だよね。分かってた。危ない。よっしゃ、脱出やろ。脱出した。いや、絶対出てくるって思ったの。で、通常のアリスだったからよかったですね。通常のアリスだったら、うん、後ろから追っかけてくるだけだからさ。だから、大回りして避けられるって呼んだけど、案の定避けられましたね。で、そのまま、全力疾走で。あー、やったー。情報、池袋の踏切の汚らわしい女について求む。架空の幽霊を作ってオカルト、いたスレの連中を釣ろうぜ。Thank you for playing. 遊んでいただきありがとうございます。うわー、鬼畜でした。鬼畜でしたよ。作者さん。これがね、この作者さんの、うん、YouTube 関連、SNS の、うん、連絡先になるみたいです。
気になった方はね、ぜひともちょっとアクセスして、うん。気になった方はね、ぜひともね、アクセスしてみてください。もしかしたらなんか、新しいの作ってるかもしれませんね。はい。はい。ということで、本日はですね、フリーホラーゲーム、アリスをやらせていただきましたが、なかなかな、鬼畜具合ですね。うん。初見殺しのところは多々ありました。多分、7回か8回ぐらいテイク繰り返してるんで、結構精神やられましたね。はい、ということでね、本日はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こんな感じでですね、ホラーゲーム関連とか、あといろんな動画投稿してるんでね、よければ、これでね、知った初見の方々はね、よければまた遊びに来てください。で、既存の方もね、ぜひとも、今後ともよろしくお願いします。それで、チャンネル登録、高評価、コメントしていただけると、動画投稿のね、意欲向上につながるので、視聴者の方々はね、少しでもいいのでね、お手伝いしていただければありがたいです。はい。それでは、鹿児島から島津がフリーホラーゲームアリスをお送りさせていただきました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。